スタートを切りました。92出雲全日本大学対抗ロードリレー、はい、ちょっと産業大学がこれ飛ばしてみますね、ちょっと、びっくりですね、はい、この選手は非常にいい選手ですね、小玉選手ですね、さあ早くも市役所の構内に入ってまいりました。京都産業大学の3年生の小玉、待っているのが3年生の安川への襷リレーということになります。今川がどうやらこのトップを引っ張ろうというところであります。日本陸上界でも大きな期待と注目を浴びている選手であります。去年はこの2区で6人を抜きまして区間賞を獲得しております。順天堂大学本川姿を見せました。待ち受けるのは1年生の安永、今たすきが渡りました。順天堂の安永とそれから川波の間は20メートルぐらいです。山梨学院大学の瀬戸が現在3位に上がっています。東京農大が4位です。今安永からこの三好にたすきが渡りました。先頭の三好ですがどうでしょう、まだこれあれですか、調子が上がりませんか、まだと思いますね。6区にたすきが渡るときには順天堂とですね山梨学院は1分欲しいですね、はい、1分半ぐらいは欲しいですね。そうですか、先輩から後輩へのたすきリレーになります。ちょっと疲れました、首を振りました。三好が今たすきを渡しました。先頭で順天堂大学がたすきを渡しています。ご覧のように1位と2位の差が縮まってまいりました。第5中継所です。早くも火花が散っています。順天堂は畑中、山梨学院は注目の1年生小柄な真也加、スピードあり体調よし。まず順天堂初優勝へのたすきリレー、そして山梨学院鍵を握る男真也加、2連覇へ向けてスタート。6秒差、十分に逆転可能。あっという間にそのステファン真也加が順天堂を抜きました。毎年この神門通りは勝負の行方を左右する大きなドラマが生じる、いわゆるドラマチックロードと呼んでいるんですが、今回に限ってはまさしくこの一人旅ワンマンショーとなりました。さあ最後のコーナーを回りましてまたスピードアップしました。山梨学院大学、恐ろしいスピードを見せつけました。今アンカーの真也加、山梨学院2連覇のゴールです。山梨学院大学独走のゴールイン、2連覇達成であります。